勝負だ。いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど、そあれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。そら、うわっ、まだまだ、こっちだよ。いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくちゃ、ほらの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。また上に行けんぞ。あんまりじゃねえか、ビルス様。まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビルス様くれ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それって、おしゃべりはそこまでだ。君にはわからんさ。おい、ベジータ、悪いがオーラが生かして…チッ、勝手にしろ。私はね、あ、感謝？初めて努力した。私がどんな思いで、それがどれほど…くっちゃべ。背景…少し黙りましょうか。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。それは、さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも筒に隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、わかりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ。あっ、えっ、あっ、えっ、うわ、孫悟空さん、さようなら。
本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところ腹立つけど、今回そうなっちまうかもしんね。ふわったでしょ。どんなに苦痛に身をよじろうか。これがオーラスかけるか。さあ選手交代だ。Thank you.